してデストロイでアタック決めていくけど、お耐える耐える強っ。こんにちは、スタルケルです。皆さん、このマスターディアボロスジェネレートは購入されたでしょうか？でね、このマスターディアボロスのね、個人的にはこの左がねめっちゃ強いなって思ってるんですけど、なんとこの左にしかできないカスタムっていうのがありまして、もうその最強カスタムをね、この前生放送したんですけど、その時にこう見つけてしまったので、それをちょっと今回皆さんにご紹介したいと思います。そのカスタムがなんとね、あれなんですよ、ディスクがめちゃくちゃ重要になってきますね。なんでディスクが重要になってくるのかっていうと、なんと、はい、あるディスクを使うことによって、このマスターディアボロスのねロックがガッチガチになるんですよ。全然進まなくなるんですよ。いや、この左回転の方が個人的にはロックが進まないって思ってて、右回転より。で、それがさらに進まなくなるっていうディスクが存在するんですよね。そのディスクがなんと、こちら、パラドックスですね。ランダムブースターボリューム18に入ってるパラドックスを使っていきます。なんとね、このパラドックスを使うと、いきますよ。こうやって、はい。ここ見てください。もうここがね、もうガッチガチになって、もうめっちゃ干渉して、はい。ロックがね、いきますよ。聞こえるかな？はい。見てください。はい。こんぐらいもう、ギュッていって、もう、全然ね、ロックが進まなくなるんですよ。っていうね、これやばくないですか？で、これ、右回転の時は、じゃあどうなんだいっていう風に気になるじゃないですか。ということで右回転もやってみると、はい、いきますよ。右回転の時は、はい、なんとね、右回転だと干渉しないんですよ、これ全く。なので、はい、こういう感じゆるゆるですね。はい。でも左回転だと、この右回転の時のこのアッパーのこの上にギュッて反り上がってる部分が干渉して、ね、このロックがね、めっちゃ進まなくなるっていう、感じになってるんですよ。これすごくないですか？だから別にダッシュ系じゃなくても、このオービットメタルでも全然戦えるんですよね。進まないから。で、さらに何が強いかって、このマスターディアボロスパラドックスオービットメタル使うんですけど、何が強いかって、もうここ見てください、この、分厚さ？この横の歯の。このパラドックスが加わることによって、もうこの、カウンターの部分が、カウンターできる歯の部分の面積が広がるんですよね。広がることによって、こう、アタックしてきたベイを、こう、バーンって弾き飛ばす力も増して、さらに、こう、めっちゃ、ね、ディスクの、ここが広いので遠心力もさらに加わって持久力も上がってるよっていうガチ強ベイなんですよね、これがね。で、なんとね、干渉するディスクがね、パラドックス以外にもあるんですけど、それはまた別の動画でカスタムして戦っていきたいと思うので、今回はマスターディアボロスパラドックスオービットメタルでいろんなベイと戦っていきたいと思います。それでは早速バトルやっていきましょう。でね、今回はめちゃくちゃね、カスタムしたベイを用意したので、いろいろ戦っていきたいと思います。で、今回のこれがね、割とディフェンス系なので、今回アタック用意しました、結構。アタックタイプのベイ多めでやっていきます。それでは、初めに戦うのはこちら。インペリアルドラゴン、スティングアサルトダッシュですね。これのオーバー力が半端ないんですよね、このバウンドバーとか。このね、ラバーで弾き飛ばすっていうね、めっちゃ強いんですけど。はい、これと戦っていきましょう。で、はい、こっちのマスターディアボロスですね。これシュートするときに、このどうしてもね、パラドックスがね、めっちゃ突き出してるせいもあって、ちょっとでも斜めにシュートしちゃうと、こうガガガガって吸っちゃって、スタミナロスにつながるので、シュートするときはなるべくこう垂直に、こうスタジアムから見てこうまっすぐね、横から見てまっすぐこうストンとこう落とせるようにシュートするとめっちゃいいです。はい、それでは早速やっていきましょう。
はい、いやアタックを耐えてますね。ものともしてない、うん、はい、こっからですね。いやオービットメタルがね、うん、スタミナもあるし全然吹っ飛ばしにも耐えれるっていう、うん、っていうところがねめっちゃ強いんですよね。はい、スピンフィニッシュで勝ちましたね。うん、めっちゃ強い。ちょっともう一回やっていきますか。うん、いやほんとオービットメタルが強いんですよね。やっていきましょう。でこっちのインペリアルドラゴンはちょっと今やりすぎましたけど、ラッシュシュートでやってます。アサルトダッシュがねラッシュシュートするとめっちゃいい挙動になるのでラッシュでやってます。はい、でこうなって、あ結構パラドックス吸ってますね。うん、あでもはいスピンで勝ちました。うん、結構このパラドックス吸っちゃってスピンで負けるってこともあるのでそこ気をつけた方がいいですね。はい、インペリアルドラゴン余裕で勝ちましたね。じゃあそれでは次またアタック、ジャッジメントドラゴン、イレブンバンプマージダッシュレッツですね。とやっていきましょう。これもねめっちゃロックガチガチなんですよ。でこのラバーで弾き飛ばすっていうめちゃ強になってます。それでやっていきましょう。戻った戻りましたね今。このマージダッシュの動きもまた面白いですからね、めっちゃ好きなんですよねマージダッシュ。はい、あー負けましたね。スピンで余裕で勝ちましたね。うん、やっぱりこの最初マージダッシュでアタックして決めれなかったらこの普通の真ん中に戻ってスタミナで粘るっていう結構面白いあれになってるんですけど、普通に負けましたね。もう一回やっていきましょう。これもラッシュです。やばいやばい、なんだ今のギリギリ勝ったかなこっちがちょっと今激しすぎましたね今のは。うん、面白いな。はい、そしてじゃあ次はじゃあそろそろちょっと違うのいきますか。はい、カウンター系ですね。これがレガリアジェネシススティングベアリングでいきます。これカウンターもできるしスタミナもあるっていう、これもまためちゃ強ベイになってるんですよね。はい、それでやっていきましょう。カウンター対こっちディフェンスかな。おー、めっちゃ弾かれてますね。うん、レガリアがねめっちゃ弾くからそれに耐えられるかってところですね。うん、すごいオーバーはしてないですね。うん、で最後どうなるか。あースピンでギリ負けましたね。うん、このカスタムにはちょっとね、うん、難しいのかな、勝てないのかな。ちょっともう一回やってみましょう。いや、このね、レガリアジェネシスね、強いのよ。うん、さて、こう、弾くんですよね、レガリアがめっちゃ。うん、弾くの耐えられても、ベアリングで粘られて、スタミナで負けるみたいなことがね、結構あるので、うん、このレガリアジェネシススティングベアリングにはちょっともしかしたらね弱いのかもしれませんね。うん、あーやっぱり、うんですね。なんだろう、右回転のあれかな、持久にちょっと苦手なのかな。うん、かもしれないですね。はい、それでは次はプライムアポカリプスブリッツアルティメットリブートダッシュでいきます。これもアタックですね。めっちゃねこれも弾くんで、うん、アポカリプスがそれを耐えられるか。うわー耐えてますね、めっちゃ強いな。もう最初耐えたらもう勝ちですからね。負けた
負けた、まさかの。そっか、うん、ちょっともう一回やっていきましょう。結構これも粘りますね、うん、ちょっともう一回やっていきましょう。うわ、強っ強い。そっか、アポカリプスには負けるんだ。うん、そっかそっか。いや、しょうがないですね。まあ、うん、オーバーはね、絶対こう決められるってことありますからね。うん、それはしょうがない。ちょっとこの無限ロックにはちょっと弱いみたいですね、マスターディアボロス、あのこの改造。はい、じゃあ次はツバイ・ディアボロス・ブリッツ・デストロイ出していきます。これも激重でめっちゃ強いっていう、うん、メタルで弾きますからね。これとやっていきましょう。左回転対左回転ですね。うわー、耐えてる耐えてる耐えてる。うわー、耐えてる。うわー、強い。やっぱりこのマスターディアボロスってツバイキラーなところありますよね。うん、ツバイに絶対勝つもんな。はい、やっていきましょう。もう一回。そしてデストロイでアタックを決めていくけど、耐える耐える。強っ。ツバイの攻撃耐えるって結構ですよね。うん、しかもディアボロスだし。うわー、強すげー。もうツバイ耐えられんのはめっちゃでかいですね、これ。うん、はい、こんな感じになってます。ということで、今回のマスターディアボロスパラドックスオービットメタルのバトル、いかがだったでしょうか。うん、いや、このアタックタイプ、ここら辺のアタックタイプに強く出れるっていうのがね、めっちゃ強かったなと思います。まあ、なんですけど、ここら辺ですねこの無限ロックたちのちょうどここが噛み合うんでしょうね、こことここで。で、噛み合って吹っ飛ばされるっていうことが、うん、めっちゃあったので、この無限ロック、まあめっちゃね、うん、このマスターに対して強いので、もしね、マスターディアボロス倒したいって方はこの無限ロックで使うと、もしかしたらね、いいんじゃないかなと思いますね。うん、いや、でもこの本当に戦ってて全くロックが進まないんですよ。うん、このいくら弾き飛ばされても全然ロック進んでなかったですね。うん、っていうのでね、やっぱオービットメタルダッシュ系じゃないから使いにくいなっていうのもあったんですけど、全然ね、オーバーじゃないや、ロックが進まないなら全然使えばね、めっちゃ強いドライバーなので、うん、このカスタムね、もう最強なんじゃないかなって思いますね。はい、ということで、今回の動画良かったと思う方、このカスタムいいなって思った方、ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。